はい、どうもしんちゃんでございます。今日はちょっとね、体調の悪い人が多いんで、特製スープの作り方をね、急遽アップしようかと思っております。まずはニンニク98円2個、大根、野菜が高かったね今日。大根158円、これ全部消費税ですか。で、人参198円で、玉ねぎ258円、3個入り、高え、マジで高い。で、言ってたね、鶏肉ね、手羽元が一番使い勝手がいいかな、食べやすいしね。手羽元、100g あたり48円、これが 485g、 230円、安い、これは安定して安い。これが2つね、大体ざっくり 900g、 1kg ぐらいかな。ではでは、これを元に調理していきましょう。よっしゃ、はい、お水を入れていきます。よいしょ、こんなもんでいいかな。ファイヤーしましょう。火をかけたら、その間に野菜の仕込みをしますと。で、やるのはこいつとニンニクをどっちにしようかな、とりあえずやっていこう。玉ねぎは2個、まあ、ニンニク、人参で、大根、玉ねぎ。では野菜を入れていきます。まあ、今回はね、ちょっと少量なので、めちゃめちゃ大きい鍋でいつも作るから大量に、まあ、これは、今回はこれぐらいにしといて、炊いておきます。はい、これで1時間ぐらい炊いたかな。では、次に、ここから、鶏肉、はい、そしたらで、しっかりね、アクだけ取ってね。あとは本当にね、好みで
まあ、今回紹介するのはそうね、本だし大さじ2から3で、鶏ガラスープ2から3同じ分量ぐらい入れて、でね、ちょっとね、色付けに濃い口醤油かな、キャップに入るぐらいピルクラって入れて、まああとはほんまにね、濃さはお好みかな。で、あのちょっと洋風にした人はね、本だし大さじ1で、鶏ガラスープ1で、コンソメスープ、まあ、ここにも好みだけど2個ぐらいかな入れて、であとはジップロックで小分けにして冷凍してね、あの冷凍のポイントもね、薄めに平たく置いてすると解凍するときね、間で割れるのね、ポロポロって取りやすくなるよという感じかな。まあ今回はこんなもんかな。こんなもんで鶏のスープは完成です。あとはほんまに冷凍したやつを鍋に戻してね、まあ一煮立ちさせて卵落とすなり、わかめ入れるなり、ダブルで入れるなり、基本的にね、疲れてるときは卵落として、でご飯の上にそのままスープかけてね、韓国のクッパみたいな感じでね、まあ韓国風雑炊なのかな、みたいな感じで作ったらいいかなと思います。あ、忘れとった、塩も、そうやな、あの食卓塩ぐらいの出方のやつで2、3回、あとはね、ほんまに今度取り分けて小鍋で調理するときに味最終調整した方がいいかな。まあ、ハイミーパラッと入れるなり、塩足すなりね、してもらったらいいかなと思います。はい、それでは今回ここまでですよ。また次は何か作った時の出します。ではまた次回にご期待ください。イエーイ。